もうまだ手術をしてない、小さくて手術をしないとか経過を見てるっていう人もまだいらっしゃるわけですね。あるいは手術事故によるあの補助性がんがチェルノブイリではいっぱい出たということで、福島でもだいぶ出てまして、その以外の県でも、見つかっているということで、ぜひ土学でやらなければいけないと思いまして始めました。プロイドの器官だよ、空気の通り道、そうその周りを取り回ってガルビームかけても黒いままのがあろう方かなみたいな区別するときにこれ今使ってます。痛くない？すごいわ。はい、ありがとうございます。でたまたま上の子の幼稚園 の, お知り合いで主催してる方がいらっしゃって、ね、紹介で来ました。やっぱり受けて見れる機会があれば思って参加しました、はい、今回が初めてですね、はい、ちょうどだから事故があった時が1歳になったばっかりで、でやっぱり保育園も行ってましたので、その保育園でもやっぱお散歩に行ったりはしますから、こっちでその外出を控えたとしてもやっぱお散歩コースがどうなってたのかとかっていうのもやっぱ気になるんですけど、やっぱりちょっと日常的に仕事してるっていうのもあって、そこまでなんか対話できなかったので、やっぱちょっと気には本当になってたんですけど、となかなかやっぱりお金もかかりますし、ちょっと遠くまで行かなきゃいけないとかいうのもなかなかなかったので、まあ、今見ていただいてとりあえず今日は綺麗ですって言っていただいたので、本当ちょっと本当安心しました。よかった。まあ、何にもなければ安心しますし、なんかちょっと気になることがあればすぐ本格的な検査っていう風な判断ができるので、機会があれば本当に受けたいなっていう風には思いますね。東京江戸川区って言って、東京でも東部の方でして、足立区葛飾区江戸川区っていうのはちょっと東京の中でも比較的放射線量の高いところです。やっぱり福島だけじゃなくって、茨城、千葉、東京の方にも影響はあるだろうということでずっと気にしてたんですけれども、チェルノブイリなんかでも5年目以降特に小児甲状腺がんの子どもが増えてるっていうことを報道で知りまして、これからこそやっぱり東京で検診が必要なんじゃないかなということで、6年目になるんですが始めました。やっぱり続けることによって少しずつ広がっていくと思いますし、本来であれば1年に1回ぐらい検診を皆さんに受けていただきたいなと思いますので、はい、今後も1年に1回か2回は継続してやっていきたいと思います。